皆さんこんばんは。コーチャンネルのお時間です。ご機嫌いかがでしょうか。本日はですね、こちらの横山やすしさんルックでお送りしています。緊急コーチャンネルでございます。どう緊急かと言いますと、通常はですね、コーチャンネルというのはどういうふうにやってるかというと、時間のある時にビデオを撮影して、で時間のある時にエディットしてアップロードしてるんで、実はちょっとしたタイムラグがあるんですね、正直な話。しかし今日は8月の13だっけ4だっけ水曜日ですね。で、どうして突然緊急コーチャンネルになったかと言いますと、本日の朝とってもびっくりすることが起こりましたので、やっぱりこのびっくりなことはやっぱりびっくりした状態のまんま皆様にお届けしないと意味がありませんので、緊急コーチャンネルを撮影しております。でですね、どういったびっくりかというのを皆様にもびっくりしてほしいですから、数年前に話は戻りますね。ついてきてくださいよ。数年前といっても3、4年前だと思うんですけど、英語のクラスを取っていて、英語のクラスの先生がある日突然お辞めになったんだったか何だったかで、その英語のクラスが違う先生のところに送られたんですね。それでですね、僕は誰か知らされてなかったものですから、ドアを開けたんですよ、朝。そしたらとても厳しい当時の僕の感想ですよ。ドア開けて、あの厳しいお釜の先生だよって思ったんですよね。で、なんか別に一生懸命やるのは僕いや嫌じゃなかったんですけど、やっぱりすごい、なんか一度サブスティードで来られた時に、もうペンの色はこの色じゃないとダメ、紙はこれじゃないとダメって言って、とっても厳しかったことを覚えていたので、ああ嫌だなって実は思ったんですよね。それでやっぱり厳しくて、僕なんてね、当時はジムでタダでもらえてるなんか紫色のペンが、ボールペンがあるんですけど、それ使ってて、でもやっぱ黒のペンじゃないともうエッセイは受け付けませんって言って彼はおっしゃったんで、まあ当然のことなんですけど、今から思えば、やっぱり厳しいなと思って、で本もなんかマンスリーで本を読み、一冊みんなで読むことにこのクラスはしてるんで、本を買ってくださいって言って、ああ大変、本を買わないといけないんだ、本を毎日持っていくのは結構大変だなとか、なんかそういうちょっとね、なんかその当時ってやっぱりそういう風に思っちゃってたんですね。それでそのクラスで頑張ることにしたんですけど、でも彼はね、ちょっと日本びいきなところがあって、ちょっとほらおじさんだからさ、昔の人ってやっぱ日本好きじゃん。でね、僕は日本人だからすごくなんかそんなにねすごい当たり強くなく、やっぱり彼にも好き嫌いがあって、嫌いななんかね好き嫌いが結構ある、きっとねちゃんとした理由がいつもあるんですけど、そのだらしないとかなんかそういうのすごい嫌いで、かなり当たり強くされてた人たちもいたんだけれど、僕は偶然なんかスルッとすり抜けて、なんかそのペンの時も黒のペン持ってないのとおっしゃって、ちょっと今日ないって言ったら、じゃあこれ貸してあげるからって言って一応貸してくださったりとか、なんかねいつもそのクラスの外とかですれ違うと、なんかちょっとなんか日本語でね、なんかねおはようとかなんか言ってくるんだよね。それ、その服どこで買ったのとか、なんかそういう風によくしてもらっていて、ああそっかそっかそっか、やっぱり嫌な人じゃないんだよね。なんかすごい人気あった先生だったんで、ああそうかそうか、だから人気あるんだなって思って、それでまあクラスも嫌じゃなくなっていくんですけど、それで本をねみんなで読みましょうってことになって、その時にそのレイモンドが選んだ本、みんなのために選んだ本っていうのがこちらね。それでね、今ついに謎が明かされるんですけど、このチューマン・カポーネ、カポーテ、カポー
チュルーマンカポーテの本なんですよ。ご存知ですか皆さん。これもしかしたらこの本を見てもパッと来ないかもしれないんですけど、これはねティファニーで朝食をなんですよ。やっぱりねほらね、ちょっと昔のオカマだからさ、やっぱこのチョイスがねこれなんだけどさ、それでなんか男の子の生徒さんたちはちょっとやっぱね本屋さんに行ってこれ買うのきっとちょっと恥ずかしかったかなと思うんですけど、それで僕もだから本屋さんに帰り寄ってこのブレックファストティファニーありますかって聞いたら、あるよって言ってこの本を出されたんでしょう。でもさ、なんかイメージと全然違くて、本のこのこれが本当に合ってんのと思って、でそれって本当にチュルマンカポーテの本って言ったら、そうですよ知らないのってやっぱり本屋さんの方もおっしゃって、これはクラシックだから、それであそうかそうかで、なんかいや僕クラスでこの本今から読むから買わないといけないんだよねとか言ったら、あ絶対読んだ方がいいよ、このチュルマンカポーテはすごいクラシックだから、で本屋の方もおっしゃって、そうかそうかそれでなんかクラスでねこれを少しずつ読んでいくんですけど、なんかすごくねそんなに難しくないし、でね彼のその説明がすごくね楽しくって、このちょっとずつ読んで、こうだよこうだよこれはこうだよって、昔こうだったんだよって説明してくださって、あそうなんだふーんってなんか、まあ、朝眠たかったけどね、なんかやりたくない子たちもいて、やっぱりこういうなんか地味な作業やりたくないねって方もいらっしゃったんですけど、僕は毎日毎日なんか読んでいくとすごい楽しくなっちゃって、そうすごい楽しかったんですよ。それで、ね、僕なんて映画も見たことなかったから、この全然なんか思ってたイメージと全く違って、それこそ本当にどっちかというとこの表紙にすごくイメージがやっぱり近いですよね、お話は。そう、それでこのお話が大好きになったんですよ。そしたら彼が最後にね、じゃあこれみんなで今本をコンプリートしたから映画を見てみましょうと言って、映画を最後にみんなで見たんですよね。そしたら映画とこの本はやっぱり違うんですよね、話が。それで彼が最後にで、こう面白いでしょって、原作と映画ってやっぱり違うんだよねと言って、それで、ね、だからこの本選んだんだよって、みんな知らなかったかもしれないからと言って、すごくだから思い出のこれは本なんですよね。それで、ね、僕がすごく面白いなって思ったのは、ティファニーで朝食をっていうのは僕はそれは本とか映画とか見たことなくって、ただニューヨークのティファニーに上にカフェができてて、なんて名前だったか、ブルーカフェだっけっていうのがあって、そこで朝食が食べれますよっていうニュースは見たことあるんですよ。でそれは知ってて、だけど実際のこのティファニーで朝食をのお話は、どうしてティファニーで朝食をっていうお話かというと、この主人公がティファニーの前でパンと安いパンと紙コップの1ドルコーヒーをティファニーの前で最初だよね、あれはシーン飲むんですよね、飲んで食べるのでね、それがティファニーで朝食をということなんですよ。でティファニーの中で食べるってそういうことじゃなくて、ティファニーの前で、ティファニーの中じゃなくてね、ショーウィンドウの前でその1ドルカップコーヒーと安いパンを食べるっていうのがティファニーで朝食をという、そういうことなんですよ。それで、あそうなんだって思って、だから僕なんかにするとね、ティファニーの中でできてるファンシーなカフェでお茶をするっていうのは邪道なんですよねそう、それでとにかくこの本すごく好きで、でちょっと話は戻るんですけど、そのレイモンドはこの後もまた、もうこの話終わったから次の本買いましょう、皆さん次の本買ってくださいとおっしゃって、その本は The Help っていう本なんですけど、これも彼は映画とは実際に全然違う原作と映画が違いますから、またこの前みたいにこの本を終わらせたら映画をみんなで見ましょうとおっしゃって、その話もすごくまたいつか機会があったらしますけど、その本もすごく大好きな本で、なんでしょう、
ただやっぱりこっちの方がすごく僕は大好きだったので、今でもこの本を皆さんももしかしたらご存知かもしれないんだけど、後ろにずっと撮ってて、そうですよ、これは実際に僕がクラスで使ってた本なんですよ。だからメモっていうかなんか印とかしてあるんだけど、すごく大好きな本です。それで、ね、やっとここまで来ましたね。皆さんついてきてますか？そしてティファニーにそれから少し興味が出て、なんかウェブサイトとかでどういうの売ってるのかなってなんか自分でも変えたりとか身につけたりとかできるもの売ってるのかなって思って見てたら、やっぱりすごく高いですよね。ジュエリーだから、うわすごいねやっぱりティファニーはーと思って、そうかそうか。でなんかメインはやっぱり女の人のジュエリーが多いから、あそうかそうか、なんかあんまり縁がないかもなと思ってて、でウェブサイトの方ずっと下に行ってたら、なんか家の本家で使うようなものも取り扱、シルバーとか取り扱ってるんですよね、有名なんでね。でそこのコーナー見ててやっぱり高いよねと思って、いやちょっとシルバーにそこまでかければいいよねとか見てたら、見つけたんですよ僕は。ティファニーのブルーのデザインで、陶器でできてるんですけど、その1ドルコーヒーカップのなんていうのデザインなんですよ。なんか皆さんわかりますか？で、わすごい、これはすごいですよ。で、もしかしたら普通の人にしたら、なんでティファニーがこんな1ドルコーヒーの紙カップをモチーフにしたコップなんて出すんだろうってもしかしたら思うかもしれないですけど、いや私は知ってるんですよ。これはティファニーで朝食後の彼女が最初にこのティファニーの店舗の前でショーウィンドウの前で飲んだんですよ、紙コップでと思って。ではこれはすごいなんて言ったらいいの、素敵なアイデアだなと思って、これをその映画の舞台となったフィフスのティファニーで買いたいですよやっぱりって思ったんですよ僕は。それでそれはもう何年もその本読んで少ししてから発見したことだから、何年かもうすでに前の話なんですね。それでいつか買いたいな、いつか自分の家アパートに住むようになったら、ほらルームメイトとかいるとさ食器とか怖いから、でやっぱりいつか一人で暮らすようになったらこのカップ買いたいなって思ってて、それで今引っ越したじゃないですか。それで実はね数週間前にティファニーに行ったんですよ、このコロナの中。そしたらやっぱりねすごく厳重で、もう普通には入れなくて、もう入り口の方で何買いに来たのとおっしゃって、いや実はねオンラインで見たカップ実際に見てみたくて来たんだけれどって言ったら、あじゃあそこまで案内するからって言って一人人がついて、4階なんだけど4階に連れて行かれて、でこれとか言って、そうそうそうこれなんだよねとか言って、そしたらその人がこっちはとか言ってやっぱいろいろ進めてきて、なんかニューヨークの地図が書いてあるやつとか、なんかそのブルーカフェ、そのティファニーの実際のカフェで使ってるコップですよとか言って、だけど僕はねそんなティファニーのブルーカフェは私とったらそれが邪道なんで、そのブルーカフェで使ってるのは嫌だ、こっちのやっぱり紙コップのモチーフのやつがいいですと言って、ちょっと触ってみたいと言って一応どういうマテリアルでできてるかねチェックして、あそうかこれかいくらって言ったら、まこのぐらいの値段だよと言って教えてくださって、ただね問題はね2個セットしか売ってないんですよ。それで、あ1個では売ってないって言ったら、いや1個では売ってないね、全部2個セットだよとおっしゃって、じゃあそうか2個セットかって思ってて、まあ、別に2個セットでもいいんだけどさなんかうんそうかと思って、それでその帰り道にですね友達にお電話して、いや2個セットなんだけどさ1個買わないとか言って、なんかねちょっとそういうね、どうかなと思ってお聞きしてみたんですよ。それが数週間前で、それでまあ数週間経って実は、ね、まあ何とも言えない話だけどさ、お給料日があったものですから、ついこの前、あそうだ今回のお給料日でティファニーのカップをティファニーの人とも約束したし、もうちょっとしたら買いに来るってついに買いに行きましょうと思ってお友達に
先週末だったかな、連絡したんですよ。来週さ、ティファニー行くんだけど、一緒についてきてくんないって言って。あの、のりちゃんに、そうそうそう、お友達ののりちゃんにですね、皆さんご存知の、ついてきてくれないと言って、じゃあのりちゃんいいよって言って、で、今日の朝、あの、待ち合わせして、ティファニーに行きましょうってことだったんですよね。で、僕はね、もう、今日は絶対に朝、あの、起きて、あの、行きます。だからね、もう昨日夜寝る前、もう窓のカーテン開けたまま寝て、そしたら朝日で起きるからね、絶対。それで、朝もうのりちゃんに起きたよ、今準備してるよ、今バスに乗ったよ、と言って、連絡して、待ち合わせ場所に行ったんですね。それでまあ少し僕早く着いちゃって、で、のりちゃんからテキストが来て、ちょっとなんかバスが混んでて、交通が混んでるからちょっと遅れますとおっしゃって、あ、そうかそうか、別に僕早いからさ、早かったから、そうかそうかと思って、でちょっとなんかデパートに行って、暑いし外でからデパートに行ってちょっと物色してたんですよね。ティファニー行く前にね、ブルーミングデイルズに行って物色して、そしたらね、なんかね、ちょっと家具のコーナーとか寝具っていうんだっけ、布団とかのコーナーとか見てると、すごいなんかいっぱい欲しいもの出てきちゃって、セールで、それでヒョウ柄の可愛いブランケットを見つけたんですよ。それですごく安くなってたんで、あ、これ買いたいなと思って、それでのりちゃんは今どこって連絡来たんですけど、いや今実はさ、ちょっと買いたいもんあってとか言って、ブルーミングデールズの方とか言って、それでのりちゃんもブルーミングデールズに着いたんですよ。それで結局はブルーミングデールズで落ち合って、それで、ね、のりちゃんこれどう思うとか言って、そのブランケットとか、ブランケットに合いそうな枕カバー、クッションとかさ、見てて、で、結局まあそれは買ったんですよ。それでもういざティファニーに行きましょうたんですよね。で、そしたらなんかね、ティファニーの入り口の方はやっぱり同じで、何買いに来たんですかってまあ、聞かれるんですよね。それで、この前ここで見せてもらったカップ、たら、あ、また見たいっておっしゃるから、うん、見たいとか言って。で、ね、でもなんかその時にさ、なんかその、他の何人かその入り口にいらっしゃった方のうちの何人かが、のりちゃんに、なんか、ウェルカムバックとか言っておっしゃったんでしょ。それで、ウェルカムバックって、なんだけど、初めてじゃん。だって私がウェルカムバックなんだよ、今日。この前来て今日もう一回来たからって思ってて、なんかおかしいなと思って、なんか誰かと間違えてんじゃないのと思って、なんかだとしたらさ、こんなに美しいのりちゃんのことを誰かと間違えるっていうのはとても失礼ですねと思って、なんかティファニーにしてはおかしい対応だなって思って、いや、なんだろう、誰と間違えてんだろうと思って、しかもさ、それまだ朝の話だからおかしいなと思ってて、それでまあ、その4回ね、4回。4回。今回のビデオは、ちょっとロングストーリーになりますので、パート1とパート2にお分けします。今日はですね、この、私が、ティファニーで朝食を、と、慣れ初めを、皆様にお伝えしました。パート1ですね。パート2が、サプライズのパートでございます。ずれたいの。ということで、とりあえず本日はここまでということですね。皆さんご視聴どうもありがとうございました。最後になりましたけども、サブスクライブとライク、あとシェアの方お忘れなく。パート2はですね、サプライズがありますから、楽しみにしていてください。それでは皆様、ごきげんよう。アディオス。